PC なんですけど、このサブモニターの横、このコントロールディスプレイがある場所に置こうかなと思います。モニターの位置をちょっと変えました。最近韓国ラーメンにハマってるんですけど、この前コメント欄でノノグリっていうラーメンが美味しいよと教えてくれたので、今日これを作ろうと思います。
ギを追加しました。やばい、白着ちゃってるからめっちゃ飛ばないか、超怖い。いただきます。うん、え、めっちゃ美味しい。めっちゃうま。麺がすっごいもちもちしてる。うん、しっくり止まんねえ。みんながよくやるしゃっくりの止め方って何ですか？私は肺いっぱいに息を吸い込んで、そのまま息を5秒とか10秒ぐらい止めてると治ることが多い。でも治った？今治った？何の話？鮭、おにぎりと
明太ポテトサラダ。しょっぱな、めっちゃしょっぱい。コンビニのお惣菜ってこんなに味濃かったっけ。明太子だからこんなにしょっぱいのかな。今週からアマゾンのブラックフライデーが始まるので、ちょっと欲しいと思ってるもの、狙ってるものとかをちょっとリストにまとめようと思います。ブラックフライデーでも購入品とかはまた YouTube で紹介できたらなと思っております。一旦今回のセールで絶対買おうと思ってるのがプロジェクターなんだけど、これがどれだけセールしてくれるか。この前薬屋の独り言にハマってるって言ったと思うんですけど、なんか漫画の方はアニメが始まる前から、結構前からずっと読んでて、前々からねすごい好きな作品だったんですけど、アニメが始まってアニメもめちゃくちゃよくって、なんかそれきっかけにまた再燃して、今はねもう続きが気になりすぎちゃって、なんか見知らんないけど小説の方まで手を出しております。てか私指長くないの、こう、え、中指めっちゃ長く、怖。今は漫画の方も前回読んでしまって、すごい続きが気になってしょうがないので、今原作の小説を読んでます。ちなみにアプリは LINE 漫画で読んでます。今は小説の4巻を読んでるところです。っていう感じで今日はもう寝ます。バイバーイ。